こんにちは、金子です。今回はですね、ラウンドダウン関数という切り捨てを行う関数を解説していきます。で、この関数を使うときはですね、小数点を切り捨てたいというとき、小数点が原因で1個上に繰り上がっちゃう。それを何とかしたいというときに使うのがこのラウンドダウン関数です。これはすごく便利な関数なので、ぜひ覚えておきましょう。で、どういうときに使うかなんですけれども、このように今333イコール10ということで、これサム関数が入ってるんですけれども、このようにですね、サムで A5 から C5、ここを単純に計算して、10と出ていると。で、なぜかというとですね、これ普通に計算すると9なはずなんですけど、10になってしまう。こういうことよくあります。で、理由としては、この中に 3.33 と、これも 3.33、3.34 ということで、繰り上がっちゃって、そこに入ってるんですね。で、こういう時に、小数点は切り捨てたいという時、結構あります。で、その時にですね、使うのがこのラウンドダウン関数ですので、ぜひ覚えておきましょう。で、やり方を解説いたします。で、まずはですね、切り捨ての方法を覚えましょう。まず、この 3.3333 というのを1桁の値に切り捨てていきましょう。そしたらですね、まず半角でイコールを押していただいて、ラウンドダウンという風に入れます。途中まで入れるとですね、この下の部分から選べるので、ここの青くなっているとですね、タブキーを押すとちゃんとした形になります。で、ラウンドダウン関数はですね、数値、カンマ、桁数という風に引数がこの下のところにありますので、これに従ってやっていきましょう。まず最初の数値は1桁の値にしたいところ、切り捨てたい値が書いてあるところ、今回ですとここをクリックします。で、何桁にしたいですかということを次の桁数で決めます。1桁の値、つまり整数にしたい場合だと0。で、3.3 までにしたい場合だと1。3.33 までだと2です。一回だけじゃあ2にしてみますね。そうすると 3.33 になるので、2を入れてエンターキーを押してみます。そうすると 3.33 で、ここからこっちは切り捨てられたということですね。そしたら先ほどのところをクリックして、F の2番。で、さっきのところを1にしてみましょう。ここですね。1、3.3 ということで、ここからここは切り捨て。そしたら、0にしてみましょう。一番よく使うのが0ですね。このように3だけというふうになりました。で、これだけだと、どうやって使うんだろうと、ちょっと困ってしまう方もいるんじゃないかなと思いますので、実際、この、3.33 と入っていても、計算し尽くして、いや、計算サム関数しただけなのに、ちょっと10になっちゃって、どんどん繰り上がっちゃうよと。でも、一個一個手打ちするのはすごく大変だという時にどうやって直すかと言いますと、まずですね、その横でもいいので、行を挿入してあげてください。作業するとこですね。そこに、先ほどの同じようにですね、ラウンド関数、ラウンドダウンという風に入れていただいて、で、その隣の、整数にしたいところですね、小数点が入っちゃってるところをクリックし、これをカンマ0にして、で、整数にしてあげます。で、そしたらですね、ここの部分を全部ビーッと、小数点が入っているところ、引っ張ってあげて、で、そしたら、ここのところですね、サム関数、今入ってて、こうやって調べてるので、同じようにここの部分サム関数してあげれば OK です。これコピーしちゃいますね、今回は。そうすると、このように、ちゃんと整数になっているので、ちゃんと入っているということになります。なので、このようにラウンドダウン関数使うと、小数点ですごい困ってたということも一瞬で解決しますので、ぜひぜひこのサム関数じゃなくて、ラウンドダウン関数を覚えて、で、使ってみてください。